全てのオスを。これうわー気持ち悪い。キモ。キモ。前の人も霊現象がおかしくて、そうこれを打ったの。そうそう。へえへえ、どうせ、いや信じる。分かってんね。どうせ。ああ、始まりました。始まりました。グーでいくかな、やん見た目の癖が今日すごいですけど、はい、夏の男っていうやつ、誰ってか、暁何これ、かっこいいでしょ、これ暁だけど今日は収集賞金いくらにしましょうか。まあ あとは漬物だけを載せてる博物館。で、これ味見もできるんだけど、大体みんな像はないね。像はないんだもんね。ニワトリさんを作るにあたっての裏側を話します。オスとメスによって味が違うんだよね、あれね。へぇ、そうなの。そうなの。メスが美味しいんだって。へぇ、まず卵を産むのはメス。オスって結構用済みなんだ。オスの処分方法なんですけど、すべてのオスを粉砕機にかけて、このままにします。ひよこ、ひよこ、ひよこ、そう、生まれた瞬間にも判別されて、オスは全部粉砕機にかけられて、こんなこんなにぐちゃぐちゃにされて。でも孵化できない。孵化できなくなる。そうだよね。全部じゃない。全部じゃないでしょ。あ、だからその、あ、嘘か、嘘か、嘘じゃない、嘘じゃない。すごい。オスを食べない。あのな、生殖用はまああれあれよ、まあ残すけども、基本的にオスは全部粉砕にかけてぐちゃぐちゃにされて。まあ全部じゃない。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 ほった、ほった、掘り出した。私掘り出したけど怖い。いろんな死に方ってあると思うんだよね。きつい死に方があって、それは焼死。あれって痛みとかじゃないから直視ができなくて、ずっと心臓が焼け落ちるまでは。で、自殺しようとして、例えばじゃあ家燃やして自分でその家にいますっていう人は、ほぼ 100% その家から出ちゃう。やばすぎて。なるほど。まあでもちょっと僕ね、違う哲学持ってるんですけど、火事の場合って、はい、なんか別に痛み耐えるとかじゃなくて、普通になんか一酸化炭素で苦しくなって気を失って焼けちゃうらしいですよ。だから、心臓痛くなるならないですよ。あれちゃんとグーグル頑張ってよ。ネットの情報が全て本当だと思うなよ。やばい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 。皆さん、生まれる時って歯生えてないですよね。そういうこと乳歯って言いますよね。乳歯から僕らって永久歯に変わるじゃないですか。その永久歯に変わる前の人間の頭蓋骨って見たことあります？ないよ、ない、ない。それはないよ。それじゃあ僕見せますね。永久歯生え変わる前、その時の人間の頭蓋骨がこちらです。やばい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 。本当？あ、だから埋まってんのか。あの永久歯がここに、永久歯が歯の上に埋まってるの。いるんだよ。へぇー。あ、もうあるのか。そう、ここにあって、痛みとかないんだけど、ただこの普通に画像がもう気持ち悪いっていう。気持ち悪いね。そうそうそう。大嫌いして全開なのかな。はい、こうなっています。ドゾンまで。お前ね、いや、いや、そこまで、そこまであるなのに本まで言わない。ヒトヒフバエっていう、はい、してる。蚊に卵を産んで、蚊が人間刺して、で、そこで育てるっていう。あ、1ヶ月ぐらいしたら、こっからもうハエが顔、ポッて顔出て、で、そっから出てくらしい。やばっ。そんなことある。画像あります。これが幼虫なのよ。こいつがまず顔ポコって出して、そこからビリッて出て、バッて出てくるらしいです。やばない。こいつ普段は南アメリカとか南米にいるんだけど、日本にもいます。ちゃんとそこそこでかいね。ちゃんと、そうそうそう、ちゃんと生えるんですね。そう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 。一周目本当にジャブみたいになってる。みんなでバーッ。
昔ヨーロッパでやられた処刑方法で、人間まあ逆さまに吊られて、お股の方からノコギリで切られていくっていう処刑法が実現したらしくて。知ってます。はい、知ってます。はい、知ってます。ここ丸々カットだろうな。いや、使うよ。いやノーカット、うん、ノーカット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 だ。カットないの？カットない。一切ないの？一切ない。ノーカット？全部使う。うそ。お前、いつもの勢いでどうにかしてない。無理なんだ。はい、じゃあ、京平さん行きますか。行きましょう。はい。こんにちは。クラブやん。クリーみたいな、それ取ったらなんか強くなる。アメリカで精神病患者に麻酔なしで脳を切除するという人体実験があります。ロボトミー手術？それ。あれ？やべー！結構自分で聞いたよ。聞いたよ。聞いたよ。それの前に何かあった。それ。静かに来ました。しかもお前、俺都市伝説で俺それ紹介したからな、この前。確かに。あ、言ったよね、俺。いや、でも画像見せてないでしょ、君。まあ見せてない。だろうな。持ってきました。強がる、強がるな、強がるな。これです。ああ、まあ怖い。まあ確かにやだね。こうやって。まぶたからぶっ刺して。ああ、まあまあまあ。脳に到達させて。はい、俺切り取ります。やば、本当。目からぶっ刺すっていう、これアメリカで今のやってるらしいんですよ、実は。え、そうか。え、嘘でしょ。しかも狙われるのは海外の人、拉致られて実験するらしい。だから日本人の人は気をつけた方がいいですよっていう話だったんだけど。まあそれが本当だったら怖いけどね。まあ本当です。お前もう今日の時点で3、4個ぐらい嘘ついてる。信じられない。ただの嘘つきだと思う。あれ、ちょっと作った、今。作ってねえ。いろんなギネス記録ってあると思うんだ。その中から気持ち悪い虫について話します。うわ、やばい。最も気持ち悪いって言われてるギネス記録が、ウジ虫を口でどんだけ映せるかっていうのがあって、1分間にどんだけ映せるか。これ、喋った最後に動画見せます。いやー、こういうのってやっぱ引きが多いから、あるから、いろんな人が挑戦するんだよ。で、病気かかった人って結構いて、この動画実際今見せます。うわー、えぐいだろ。自分が喋ることはもうこれで以上です。うわっ、そうね、そのうち、うち、これ、うわー、気持ち悪い。キモ、キモ、あ、やばいなー。あ、やばい。吸い込んでんだもん。あ、結構やばい、見たくない。最後もう顔にこれ全部ウジ虫の毛いてる。気持ち悪い。え、そうね。そう、これ世界記録。そうで、この人だけ唯一全然病気とかかかってないんだって。へえ。皆さん、ブラッドイーグルっていう処刑法知ってます？知らない。イーバルっていう人物が考えた処刑法なんですけど、まず両手縛るんですよ。両手縛って、うつ伏せで、剣を持って背中を切り裂くんですよ。そうすると肋骨が見えるわけじゃないですか。肋骨で、肋骨を折って、それを肺にぶっ刺すの、一本ずつガン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 って。この処刑法を100年前ぐらいですけど、1500人が処刑法されてて、なんでかっていうと、その1500人がイーバルの父親を拉致したんですよ、1500人で。そこの息子がイーバルってやつで、その父親が拉致されて、その1500人、イーバルが一人で1500人この処刑法で殺したっていう全国の映画みたいな話。映画だ、映画だ。大衆襲撃。まあ1ミリもずっとしなかったですけど、逆にすげえ映画みたいな話。歴史物語を聞いたって壮大だ。興味深いよね。影分身逃げた方がいいんじゃない？影分身。わあ、痛い痛い痛い。おい、編集だみたいな。おい、ちょっとね、もういいっすか。もはや雑学じゃないかもしれないんだけど、最近ね、ちょっとゾッとしたことがあって。俺らホラーナイトでさ、灰色の男性いるじゃんか。灰色の男性ってさ、ソファーにしかいなくない？ここだっけ。大体ここにしかいないじゃん。で、俺ふと思ったんだけど、これ家にいるんじゃなくてソファーについてるんじゃねえかって思って。なるほどね。このソファーさ、どこで買ったか覚えてる？もらったやつ。そう、ジモティーでもらったやつじゃん。で、ジモティでもらったやつって、まあ、大体扇風機とか椅子とか他にもいろいろ買ったけど、あれ大体安くても1000円じゃん。これさ、タダなんだよ。こんなめちゃめちゃいい椅子。前の人も、そう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 、霊現象がおかしくて、そう、これを売ったんで。そうそうそう、早く撤去したかった。これだけこんないい椅子で無料って絶対そうだって僕最近気づきましたっていう話です。なるほどね。新しいぞ。それは新しい。俺ら寝てるしな。寝てるね、寝てるね、寝まくってるし。結果発表決まりました。第95回。95回甲子園とする雑学王選手権東神戸大会。東神戸大会的だな。優勝は
タチキン。フルネームでも OK。 しゃー、強かった、強い、強かった、嬉しい。映像がガチだったし、決めえ、あれは何よりやっぱね、問題はターボードと迷ったんですけど、雑学じゃないのよ。やっぱ見てるみんなにのなんか知識にもなるのどっちかなって考えたら、もうあのね、確かにウチムシのギネス記録という、ね、ということで、じゃあ優勝賞金1万5000円獲得したということで、この後ミシでも怒ってもらいます。イエーイ、前回マジで出してた俺。少しでも、雑学ためになったりゾッとした方、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイバイ。